どうも、お疲れ様です。なんか電気代の高騰対策をいろいろとね、探っていたんですけども、なんかこの地上波でね、FBS 福岡放送ですごくいい番組があったんで、探していたらなんとヤフーニュース載ってましたね、早速。ここではまずね、電気代が上がってしまって家計が苦しいっていう何人かの方が取材に出てたんですよ。20代3人家族。高くなった !25,600 円。うわーなんか、 安いなって私は思うんですけどね。でもまあ高くなったんでしょうね。家の大きさとかにもかなり。 差が出ますんで、1戸建てだと大体そうですね。集合住宅の1.5倍ぐらいはかかるんでしょうね。やっぱね、うん、え、それから30代の4人家族、これから3人目を出産予定ということですけども、2倍以上、去年と比べて上がってるってことですよね？それから、海産物の加工業者まあ、法人なのかもしれませんし、事業の方ですよねえー。この方は4万円余りの請求が来たということでびっくりされてるみたいです。やっぱり電気代ってだいたい2万から3万の間でもちょっと高いなって感じるのが一般家庭の感覚だと思うんですよ。 ま、場合によってはね、1万円前後っていうふな、携帯電話とどっちが高いかなみたいな感じでやってきたと思うんですけども、多分今年は軒並みね、3万円台、4万円台、場合によっては5万、6万っていう方が多くて、オール電化は直撃しますんでね、10万超えっていうのがもうザラなんですよね。まあ、あの、電気代がなんで高くなっちゃったかっていうのはもう言うまでもないと思いますけども、様々な、あ電気料量っていうのがね、えー、組み合わさってできている、電気代なんですけども、例えば、燃料費と調整費っていうね、見慣れない、 ものがありましたけども、こちらの方が、原材料費の高騰で、ウクライナ侵攻の、ね、例の件で、かなり上がってるところなんですよ。世界中で電気代が高くなってます。だから、平和が一番安上がりってことなんですよね。で、えー、使用量が平均的な家庭の電気代を見ても、2年前は、だいたい6,200円だったものが上がり続け、えー、ここ最近は7200円と、1000円アップして高止まりしてる。これ、どこの話なんですかね。 私が大学の時でも1万円終わったことがないっていそれ使いすぎになるかもしれませんけどもさあそこでですね節電の対策を3つほどチョイスされてます一つがですね窓の対策ですよねうん窓の対策だから20窓30窓ってことらしいんですけども大体日本建築ってのはあの縁側とかね風除室いわゆる玄関っていうのがあって室内の温度が保たれるようになってるんですよ ですんで、えー、ドアをね、こまめに閉めておくってことなのかもしれません。次のポイントは、加湿ですね。湿度を上げることによって、えー、なるべく暖かく過ごすことができるんで、部屋干しがかなりね、有効らしいですよ。外に干すよりも中に干した方が、部屋の温度が保たれて、しかも、えー、洗濯物が乾きやすいってことらしいです。これはちょっと意外でしたね。はい。で、次なんですけども、冷蔵庫の対策です。冷蔵庫は、冬の間は、ほとんどつけなくても冷えるそうなんですよ。まあ確かにね。確かに。 ま、ですんで、少なくとも弱にしておくことが求められてるらしいです。かなり電気代節約できるみたいです。えー、あとはですね、えっ、ー、と、ちょっとこれは感覚的なものらしいんですけども、無駄を省くためにワンアクションを一手間かけていただきたいと。窓だったら断熱を工夫する。冷蔵庫だったら開けたらすぐ閉めることをいつもするのではなく、ボタン一つでできる節電があるのでそれをやっていただく。本当にワンアクションでいい。これちょっとよくわかんないんですけども <laughs>、なんかテクノロジーの優れた 家電のことですかねまあでも部屋干しに湿度それからえ冷蔵庫窓対策なかなかなんか簡単ですぐできるようなことが書いてましたね皆さんも参考にされてはいかがでしょうかそれではいってらっしゃい